さんどうもこんにちは。うぷ主のみーです。皆さんどうもおやすみなさい。寝るなー。ということで今回もおなじみ、マリオメーカーを実況していきたいと思います。最近いろいろなスピランに挑戦してきて、うぷ主もまあまあできるようになってきたよな。潜在能力的な。少しでも褒めたことを後悔しているぜ。それじゃあ今回も明るく楽しく実況していきましょう。最初のコースはこちら。ブロックの世界か。レゴブロックかな。いや違うだろうな。どうすんだこれ。歩いた。うおー、なにこれ。マリオさんどうやって登ってるんだ。ああ、どこ歩いてんのか不思議だぜ。あんたそんなところ歩いてて平気なわけ。立ち上がれない。そりゃあこんなところ歩くから。それに前にも後ろにも下がれなくなっちゃったよ。進めるのは上だけ。このまま行ったら帽子が破れるわね。その程度じゃ済まねえ。まあ大丈夫大丈夫。すぐに生き返れるから。こいつこい。これでバッチリね。だけど、ゴールってどこにあるんだ。ここここ。ゴールポストも隠れちゃってんじゃねえか。もっとブロックの世界で遊ぶぞ。お次は T という謎のコースです。トリスタンの T じゃない。まさかの自分の名前の頭文字。早速やってみよう。この大量のスターは何なんだ。よくわからんけどもらっていくよ。この先に一体何がいるんだ。なんだただの亀親子じゃない。何のためらいもなく吹っ飛ばしていきやがった。え、今何書いた？恐ろしい野郎だぜ。続いてはこちらのコースです。すげえ衝撃的なコースだな。マリオが再現するのかな？いやいやいや、下にいるデブロスだよ。誰がそんなことやるか。思いっきりやってるんだぜ。やってたわ。こいつもまさかできるとは思ってなくて固まってるよ。決まった動きしかできない俺が。今こうして歩いている。これは歩いてねえだろ。早く早く。おい子がちょっと待て。本当に固まってるわよ。よいしょ。よいしょ。これクリアできなくね？それいけ。今度はちゃんと落ちろよ。よし、うまくいった。以上、デブロスのケツだけ歩きでした。一体何だったのかしら？続いては超力作の鬼畜半自動コースです。制作時間4時間か。ちょっと鬼畜どころかものすごくシンプルじゃない？指定されたボタンを押しても何も起きない。いいかお前ら、心の目でよく見るんだ。あ、めっちゃ鬼畜な半自動コースが見えるわ。時には心の目で物事を見ることも大事だと教わったよ。趣旨が全く違ってんじゃねえかよ。続いてはバネの力がよくわかるコースです。バネの力って相当強そうだよな。もう大量のバネが寄せ集まってるわよ。さあバネの力をこれから体験してみたいと思います。まずは全てのバネを一点に集めるよ。すげえ、どんどん一点に集まってるぜ。あの雲よく働いてるわね。おいおい、僕は一体なんでバネを集めているんだ。それが君の仕事だからだよ。意味不明な仕事なんだぜ。たくさんのバネが凝縮されたことで、僕の動きがこんなにスローに。あんたそれだったらバネじゃなくてもいいじゃない。確かに確かに。これはほんの準備運動さ。次の部屋からバネの本当の恐ろしさを知ることになるよ。私の予想だとバネに押しつぶされて肉片になる。そんな映像誰も見たくないわ。そろそろ僕の出番だな。おいおいマジでバネに押しつぶされるんじゃねえか。マリオさん、肉片になったら拾って暖炉に入れてあげるからね。ならないよ。そろそろスイッチが押されるよ。押されたー。バネがどっと溢れてくるんだぜ。僕がこの上に乗ると。乗ると。影分身。スターを取ると。止まる。まさか止まるとは。なんでだろう、こっちが聞きたいわ。これってスターじゃなくても止まるのかな？止まった。バネってすげえな。今回このコースでバネの新たな可能性を見れたよ。バネだけに、柔軟な人になりたいわね。うまくもなんともねー。続いてはみんな知ってるこちらの演奏コースです。あら不思議アドベンチャーね。なんでお前が驚いてんだよ。それではどうぞ。何回繰り返すんだよ。
以上、まあ不思議アドベンチャーでした。だからなんでお前が驚くんだ。亀仙人大丈夫かしら？あいつなら大丈夫大丈夫。続いてはクリア率 0.2% のスピランに挑戦します。おいおい、そんな鬼畜なスピランに挑戦して大丈夫かよ。ノリと勢いと気合で頑張ります。ひぃ、ギザギザゾーンよ。このコインの通りに進めばきっと大丈夫。一つでもタイミングをミスれば後に響くな。ここもまた心臓に悪いわねー。ほ。ちょっとジャンプのタイミングミスったな。これはかなりシビアだよ。ギリギリ飛び越えられる位置に鉄とかトゲがあるのよね。このギザギザもそうだよな。慎重に慎重に。はぁ、あ、危ない。この先の3連続ジャンプに要注意だぜ。了解、気をつけて進むよ。くぅー。2回目のジャンプがちょっと遅れるのよね。あれ、難しいぞ。そりゃクリア率 0.2% だからな。あれ、音が。入ってない。こういう場面にハプニングはつきものだな。仕方ない、このまま行くぞ。今度こそあの3連続ジャンプを成功させるのよ。行きます。おお、成功した。かといってまだまだ油断はできないわよ。ここはスターが切れる前に土管に入らないとね。うわ、切れそうで切れないギリギリっぽいな。やっくー。いや、グーグルでしょ。検索エンジンのこと言ってんじゃねえ。絶対ゴールしてやる。おお、Pスイッチでよくジャンプできたな。あっはっはっは、朝飯前よ。残り10秒。間に合うかしら。どうか間に合ってほしいぜ。いっけー。これでゴール。3、2、1。やったー。残り1秒でクリアしたー。よくやったぜ。続いては毎度おなじみ、絶対にありえないマリオのコーナーです。前回、前々回とゴールしたくてもなかなかゴールできないマリオ。果たして今回こそはゴールできるのか。それでは早速見てみましょう。僕のことタックルで飛ばしてくれない。お安いご用だ。だー。あ、ゴール。悪い悪い。いやいや、ナイスだったぜ。キャー、何してんの。え、なになに？よくもやってくれたわね。許さないわよ。思いっきり掴んでいいぞ。なんでこいつこんなところに。まあいい、ゴールしてみろ。はぁ、ゴール。いいから行けって。お前が行けー。アンドロイドゲームズ来い。なんだ。お前宙吊りだぞ。助けてあげよう。なんて助け方だよ。向こう岸までお願い。あいよ。快適快適。どうした？うわぁ、幽体離脱してるわよ。あら透明。楽しんでやがる。寝てるよ。やったー。ゴールだー。地下から行こう。ちょっとの距離なのにな。下に降りて上に上がってゴールだ。この作戦がうまくいくといいけどね。では行ってまいる。よいしょ、よいしょっと。さあここからゴールを目指すわよ。な、なにこいつら。何かの呪文を唱えているようね。嫌な呪文じゃなきゃいいけど。ふっふっふ、成功じゃ。おいそこのお前、そこにいたら危ないからどけ。え、何が危ないって。うわぁ。ムジュラの月よ。何言ってんだこいつ。地下はもうゴリゴリだよ。あ、Pスイッチ。どこのスイッチかしら。お、土管が出てきたよ。また地下じゃねえのか。あ、もしかしてこっちに繋がっているんじゃ。ようやくゴールできる。か、顔がー。力を試せ一気に突っ込むぞ。ダメすぎました。あいつの体どうなってんだ。おなじみの放題作戦ね。これで絶対にゴールしてやる。とんでもないです顔。あれ、発射ボタンってこれだっけ。それ標準ボタンだろ。放題は使わない方がいいわね。まだ使ってます。今度はいける、絶対にいける。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっ
ち向いてほい。今後もいろいろなスピランに挑戦するぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。